おきに、ボジョー。京都のフランス人のフライオンです。みんな元気。初めてな、日本来たとき、びっくり、ショックなったことについては、たくさん言ってて、まあ自分はフランス人です。で、日本のイメージあったけど、やっぱりその日本着いたら、日本来てからの何ヶ月間、いる間に、たくさんびっくりしたことあって、でそれは今日みんなに共有したいと思います。自分はね、もう9年間、フランスまだ帰ってない。観光でも。けど、8月になったら、フランス帰るつもりです。2週間。9年ぶりのフランスで、もう日本来た時のショックなったことは、もう多分逆でフランス着いたらなること多いと思う。まあ、まだそのフランス文化動画とか、フランス何がショックなったとか、フランス戻ったの、感じと、フランス人、その、日本についてどう思ってるとかを、もうそれまとめて動画撮る予定です。たっぷり。みんな、もし、まだ登録してない、と、興味あるやったら、まだ登録して、まだ8月だったら、見れるになります。お願いします。本当に、まだ言ったことないポイントを、まあ、探そうと思ったら、もうたくさん出てて、多いぐらい、なってるから、ちょっと何ポイントをまとめて、いきたいと思います。最初はね、日本のコマーシャル、日本の PR についてもうどこでもあったこと、歩いて、まあ東京得意東京けど、歩いてすごいどこでも PR ある、でかい PR とかもキラキラとか音とかもある、すごいそれもびっくりした。でテレビも PR をすごい多かったと思った。まあ今でも思うけど、なんか一つ番組見て4、5、6回ぐらいを PR 出てくるんじゃないですか。映画見てとか。フランスの方は映画1回、2時間とか1時間半の映画の中で1回真ん中で PR あるけど、その後前とかはもうその間にもうないから、その分はすごいショックあった。で、日本の番組最初見た時すごいうるさいと思ってた。もう、キラキラ音とか、その字幕とか、そういう、もう忙しい。もう、なんていうね。もううるさかったと思った、本当に。けど逆にその時ちょっと見て、フランス戻ってフランスの番組出たら、え、しょうもないと思った。もう全然じーっとなんかスーってなってる時もあるでしょ、そのフランスの番組で字幕もないし、すごいなんか、まあ、日本その編集をすごい大変そうな感じしてるけど、まあもう慣れた。でその PR についても含めていくけど、お酒の PR もやってるのか、日本の中でテレビとかも、そのいろんな外、それもびっくりした。お酒の PR 見たことなかったでしょ。フランスはないから。そういう PR とかしたらあかんから。タバコとか。逆にその日本あってびっくりした。ある。でな、その、自分はね、初めて日本来た時は、その、多分どっかでちょっと薬買おうと思ってて。薬屋さん、その翻訳して、まあドラッグストアになってて。あ、じゃあドラッグストア探して。で、初めてドラッグストア行った時は、薬探したけど、びっくりした。その薬以外のものをたくさんあってて、まあ、おむつとか、そういうものを当てたら、まあまあまあ、いいなと思ったけど、なんかね、お酒売ってたでしょ。薬屋さんの中で、お酒売ってる。で、びっくりした。本当にもうそれもショーがあって、なんで薬のところになんか、お酒売ってるって思った。もしかしてお酒も薬かもしれない。ストレスの薬かもしれない。次、びっくりしたところは、日本人はね、すぐにすっぽんぽんになること。温泉もそうやし、その友達の中でとかを、結構みんな、そこら辺は気にしてないんじゃないですか。あまり。で、それはちょっとショックだったな、最初の方。今ももう温泉で行って、もう普通に何も思わないけど、初めてそのパブリックバス行った時は、そこまでなんか、もう水着あかんじゃないですか。ちょっと難しかった。最初すごいもうストレスになって、行かないように何回もしてて、行くしかないな時はだから行ったけど、ちょっと恥ずかしかった。もうフランスでなんか友達、なんかジムとかスポーツ系とかそういうお風呂、シャワーはなんかシェアシャワーになってる。日本とちょっと似てる。けど、みんな、ほぼみんな水着とか着てるし、それともパンツのまま行くとか、恥ずかしいなところある。友達、フランスの友達の下の方を見たことない。で、これは普通。けど日本では、もう結構普通で、みんなすっぽんぽんで行く、仕事の中でもとか、偉い人と一緒にとか、その友達とか。次のポイントはね、その、これはコロナ前だったけど、自分で来た時は、
日本人は結構みんなマスクしてることをびっくりしてて、フランスではね、そのマスク着てる人は結構すごい野外な病気持ってるからマスク着てるっていうイメージあるから、本当にもう死にそうぐらいな悪い病気持ってるからマスクしてるみたいっていうイメージあってて、もう多分今感覚変わった、そのコロナだったコロナ後になってるけど、その時は本当にびっくりしてた。なんでこんなにマスクしてるなと思ってた。昨日は地震とか台風についてをまあショックなってた。まあ今でも多分もう自分は多分慣れない、ずっと日本人もしかしてその慣れてるかもしれない、そんなに大きいもん着てないし、京都だったらまあ昔一回行ったけど30年前けど、自分はその初めて日本で地震感じた時はもう本当にショックだった。もうそういう地震の感覚はなくて、まあ地震あるってしてたけど、やっぱりその経験すると違う、怖いなって思う。次のポイント、日本で日本人は待ってる時のライン作るについてはすごいショックになってた。こんなに綺麗なラインをできる普通で、お店待ってる時を、そうお店の外とか待ってる時とか、エレベーターを乗る時とか、電車待ってる時とかのすごいみんな綺麗にラインを作って素晴らしいと思った。素晴らしいでびっくりしてた。どうやってこんなできるねって本当に思った。今でもまだ思うね。それはすごいいいことと思った。今でももうすごいいいこと、うるさくない綺麗に待ってる。で電車についてもその一つびっくりついてたけど、初めて混んでる電車乗った時、普通なんか乗ってた、ちょっと混んでたけど、まあまあ普通に混んでた、別に何も持ってなかったけど、どっかの駅着いたらもうめちゃくちゃ人入ってあってなって、もう気づいたところでもう3人ぐらい私の周りにもう私にギュッてなってて、もう知らない人けど、もうその仕事、まあ、1日終わるらへんの時間だったし、その夏あったし、もうみんなベタベタ暑い暑いでってしてて、すっごい気持ちよかった。今でもなんかもうあまり電車混んでるって分かってたら乗りたくない。東京行く時は最悪です。最初思ったはそのギュッ、こんなにギュッなってるも動かないぐらいから自分のポケット守れないっていう気持ちあった。だからそのピックポケットが泥棒、すごいちょっと怖いな気持ち一瞬だったけど、まあ別に日本あったから安心けど、フランスとか出たらもうちょっとそのもうカバンを、もう荷物カバンの中で入れて自分のカバンを守るみたいな感じで、ポケット何も入れないっていう、はい、次のポイントで、外でカップルチューしてないをびっくりした。結構すぐに気づいたことけど、いろんなところ行っても、いろんなカップル行っても、誰でも外でチューしないっていう、ちょっとショックあったな。で逆にフランスに帰ったらもう多分ショックになるかもしれないけど、そのずっと見えないから。でもフランスで結構普通、そのまあ、友達の前とかその外とかもうみんな分かんない、見せたい気持ちかな。いや食べそうじゃないけど、もうその普通になってる。見ても見てなくてもみんなその一緒に外でチューとかハグとかってつなぐとかはしてるけど、何歳でもそれは日本ないってちょっとびっくりしたね。次のポイントは、それは初めて日本のアパートメント、もらった時一番感じたけど、そのゴミの分別すごい、もう最初本当に難しかった。頑張ってやろうと思ってもなんか燃えるゴミと燃えないゴミの意味すごい分からなくて、最初の方プラスチック言ってもプラスチックも燃えるよって気持ちあったから、何が燃えると燃えないやんって、そのカテゴリーちょっと分からなかった。ちゃんとちょっと時間経って、まあ、やっと分かったけど、そこら辺すごい複雑、何が燃える何が燃えないっていう、で缶の火もあったし瓶とかもうすごい複雑だったと思った。もうフランスで本当にもう家、自分の家の前にそのゴミ箱に何でも入れるから、逆にそのソファーも捨てたやったら大型ゴミでも家の前に入れてたらゴミ収集車取ってあげるから、もうちょっとショックだったな、そのやり方。まあすごいエコはエコと思ったな、そのちゃんと分別してそのいいことと思ったけど、エコー的にはちょっと一つのショックだったけど、めちゃくちゃプラスチック使ってるなと思った。一つのおやつ買って、そのおやつのプラスチックの中でのパッケージの中で、まだその中でもう一個ずつプラスチックそのカバーを慣れて、フルーツとか果物とか食べ物とかもういろんなものですごいプラスチックをすごく使ってる。
と思った。ついでだけど、それまあそれちっちゃいことけど、いいことはそのびっくりしたは、スーパー行くときは自分でまあ袋を持って、入れるやん、自分。ちっちゃいゴムテープあるんじゃないですか、その閉めるのために。最初は何って思わなかった、あまり気にしなかったけど、他の人見てたらみんなそれで自分の袋を閉めるっていうあって、すごいなと思った。ちっちゃいショックだったけど、ちっちゃいびっくりしたことけど、面白いなと。次のポイントは、それもちょっとショックだったけど、初めてその日本のお墓見た時、フランスでなんていう、そういうお墓場所をまとめてます、ドン。だから決まってるね、場所。日本もそうかもしれない、そう決まってるけど、いろんなところでお墓あるんじゃないですか、日本。一つその町の中でのこの一つのドンじゃなくて、もういろんなところ、たまになんか家と家の間にドンお墓あるとか、これはすごい、うん、びっくりしてた最初。なんでこんなにあるのって思って。あとはそのみんな一緒のお墓に入る、その家族もうみんな一緒なところに入るっていうのを びっくりしたね。それはシャクなってなかったけど、ちょっとびっくりしたな。そういう文化ね、土に入らないみんな、ほぼっていう、うん、完全にじゃない。フランスでどうやろうね、多分燃えるよりはその土に入るの方が多いって気がする、文化クリスチャン的にか。はい、次のポイント。日本人はどこでも寝れるっていうショックあった。初めて、本当に初めて、最初の週日本に行って、夜帰って、もう結構遅く遊びに行って帰ったら、外で普通で駐車場、多分車の隣か忘れたけど、駐車場の方でもう人寝てたでしょ。財布全部置いといて、その自分の近く、多分酔っ払って寝てたと思うけど、一回見に行ったでしょ、心配して。心配っていう、その、うん、普通じゃなかったから、多分倒れてるかなって見て、でも見てたらちゃんともう普通で寝てて、で荷物もまあそれも一緒しよかったけど、誰でも泥棒しないっていう、財布、携帯、お酒じゃなくて、靴とかでも、フランスやってたら結構全部取られると思うけど、車も取られるし、けど、その、まあ、その人は普通に寝てた。で、その寝てるポイントについては、すごい思った。もう電車の中でもみんなめっちゃ寝てるし、もう座ってる間にもうすぐ寝てるし、いろんなところに寝れるってすごいなって思った。平和な。次のポイントは、どこでも行っても音楽あるっていう、びっくりしてた。駅とかもなんかいろんな駅ってもういつもなんかオリジナルの音楽とかあるし、電車の中でも音楽あるし、スーパー行ってもいろんなところ行っても、どこでもちっちゃい音楽はある。ではすごい、フランスはすごいそういうところはなくて、ちょっとびっくりしてた。次のポイントは、ちょっとそういう日本のちょっとクレイジーなところはあるんじゃないですか。ちょっと、なんて説明な、これ。例えば、番組行って、合わせた名前。なんか、すっぽんぽんになって、で、なんか、隠してる人。ドドドドドド、フションってしてる人いるやん。合わせた名前。そういう、ちょっと、クレイジーあります。番組、笑いの中でとか、その、コマーシャルとか。結構、笑いの方に行くけど、それも、本当に見たときは、まあ、びっくりしてた。あとはそういうところ、あ、何だっけ、お尻探偵。もうすごいびっくりしてた。え、これは気持ち悪いと思ってた最初。これは子供の番組みたいと思って。おかしすぎよ、みたいな。そこら辺結構、うん、何個は思ってた。今はもう何も思わへんけど。すごい最初来た時はもうそこら辺すごいびっくりしてた。アキラ。アキラだったっけ、さっきの。アキラって気がする。アキラ 100%。ああ、調べる。ああ、いいわ。あとは、びっくりしたことは、犬、ペットの犬は、おむつ着てる。っていう、まあ、おむつ着てることもびっくりしたし、その、あれ、ベビーカーみたいの、ペットカーみたいを、それもびっくりしたし、まあ、みんなケージ持ってることもびっくりした。そのショックあった。フランスで、基本、みんな犬はもう自由。絶対もうケージは見たことない、フランスで。で、おむつも着てるは、見たことない。家の中でも着てない。普通で、まあ、犬は外でそのしっこする教えて、必要分をまあ散歩するから、それで別に大丈夫。そこら辺はちょっともうびっくりしてた。まあ、自分はその家の中で犬はもうケージ入れるはちょっと反対。もう好きじゃない、そのケージと。まあ、おむつもなんか必要はないと思う。まあ、もしかしてめっちゃ長くその散歩できない
っていう人いるかもしれないな。それで多分おむつしてるって気がするけど、犬のおむつなんか一つのビジネスになってる。普通で売ってる、どこでも売ってるっていう、うん、すごい違うなと思います。あとはね、年上セニアシルバーの人でもすごい働いてるってショックになってた。60代とか70代とかでもまだ働く人多くて、やってる仕事も結構辛いな仕事、すごい、それはなんかショックだった。本当にね、初めて日本来た時楽しかった。日本違うくて楽しかったし、日本はもういいな、違うさもあったし、すごい楽しかったと、よかった。本当に日本見られて本当に嬉しいです。でそれはもう自分も観光から日本もっともっと愛になって住みたいな気持ちもすぐに出てきて、もう今9年目住んでます。あ、フランスも帰る、ちょっと楽しみですね。もうちょっともう9年もやっぱり帰りたいな気持ちになってる。もう家族はいたいし、そのフランスのご飯もちょっと食べたいし、だからすごい楽しみにしてます。で今回はそのフランス行くは、その息子と一緒に行きます。一番上の子供を組んで初めてフランス行くな感覚も楽しみです。あ、みんなもし登録もしてない、もう登録もお願いします。見てくれてありがとうございます。京都のフランス人フライオンでした。オファー、バイバイ。